バットマン・アーカム・ナイトは、バットマンを題材とした、オープンワールドゲーム。バットマン・アーカム・アサイラム及び、バットマン・アーカム・シティの続編で、全2作を合わせた、アーカム3部作の最終章となる作品。舞台はゴッサム・シティ。3つの島からなる広大な大都市のオープンワールドで、その広さは、前作のアーカム・シティの約5倍。前作同様に、バットマンを操作して、 マップ内を自由に行き来できるほか、今作ではバットモービルを運転してマップ内を移動することもできる。バットモービルはミッションの攻略でも不可欠な存在になっており、バットマンと双璧をなすもう一つの主役とも呼べる存在になっている。キャラクターはナイトウィングやファイアーフライ、デスストローク、マンバッドなどが新たに登場するほか、本作オリジナルのヴィランとして アーカムナイトが登場する。また、バットマンの最大の宿敵であるジョーカーは、前作で死亡しているが、今作では、バットマンが見る幻影として登場する。日本では2015年7月16日に発売され、プレイステーション4本体とのセットである、バットマン、アーカムナイトナイトエディションも発売された。本作は、全3作とは異なり、日本語音声が収録されており、 発売直後は日本語音声、字幕のみだったが、2015年8月のアップデートで、英語音声、日本語字幕にも対応された。ただし、ゲームプレイ中の変更はできず、一度ゲームを終了して、メインメニューに戻る必要がある。また、ハーレイクインパックなどの追加エピソードなどは一部日本語音声が収録されていない。これらの音声、字幕は、 これまで日本語が収録されていなかった PC 版にも収録されている。プレイヤーはバットマンを操作し、オープンワールドで再現されたゴッサムシティ内を自由に駆け回り、敵と戦闘を繰り広げたりミッションに挑戦していく。一般市民は全員市外に避難しているため、市内には基本的にヴィランとその手下たちしかいない。 また、スケアクローが配備した飛行ドローンやドローン戦車が至るところを徘徊している。戦闘システムは前作までと同様のフリーフローコンバットが採用されており、前作までよりさらに改善されている。ミッションクリアや戦闘で経験値がたまるとアップグレードポイントを獲得でき、これを使ってバットマンを強化することができる。強化できるのはバットスーツやガジェット、 コンバットなど。また、今作では、バットモービルの性能も強化できる。バットマンのスーツに装備された特殊装置。人や建物をレントゲン写真のように投資することが可能で、これを使って壁の向こう側の敵の位置や動きを確認することができる。また、敵の精神状態や武装の有無までわかるほか、建物に仕掛けられた装置や、 指紋や血痕などの痕跡も見つけることができる。スケアクローとアーカムナイトがゴスサム中に配備した無人の戦闘マシーン。地上タイプと飛行タイプが存在する。各ドローンには敵機を発見するためのセンサーが搭載されており、赤や青などの色の光線として照射している。破壊するにはバットモービルの兵装を利用する必要があり。 ドローンの集団と戦闘になるミッションも存在する。バットマン・アーカムシティにて、バットマンの宿敵ジョーカーはタイタンの副作用から命を落とした。この件は、世間では、バットマンがジョーカーを殺害したと認識されており、その後のバットマンは、犯罪者に対する過れさが増していったことで、バットマンの存在は、次第にゴッサムの人々から危険視されるようになる。 アーカムシティの一件から9ヶ月後、バットマンアーカムアサイラム以降消息がわからなくなっていたスケアクロウが再びゴッサムに現れ、市内に恐怖ガスを散布すると予告した。市内は大パニックに陥り、住民たちは市外に脱出。スケアクロウは住民のいなくなったゴッサムを占拠し、街中に戦車や軍隊を配備した。悪の手に落ちたゴッサムでは、 スケアクローと手を組んだペンギンやトゥーフェイス、リドラー、ハーレークイーンなどのスーパービランたちも暗躍する。バットマンは事態を収集し、ゴッサムに平和を取り戻すため、最新型のバットモービルを買ってスケアクローたちとの戦いに挑む。そんな中、アーカムナイトと名乗る正体不明のスーパービランが突如ゴッサムに現れ、スケアクローと手を組んで、バットマン打倒に乗り出す。 アーカムナイトはなぜかバットマンの戦い方を熟知しており、バットマンは苦戦を強いられる。戦いの最中、ある出来事によってバットマンの正体がブルース・ウェインであることが世界中に露見されてしまう。これが原因でバットマンとしての最後の戦いとなり、世界にバットマンことブルース・ウェインは死んだと認識される事件が起こってしまうのだった。本編とは異なり、 日本語ボイスは一切ない。北米で発売された本作のコンシューマー版の評価は高かった一方、PC 版は推奨環境下のプレイでも十分なフレームレートが出なかったなどパフォーマンス面での批判が目立った。これを受けて2015年6月25日、ワーナーブラザース・インタラクティブエンターテインメントは公式フォーラム上で PC 版の一時販売中止を発表した。 2015年10月29日に販売を再開し、北米時間11月16日までに購入したユーザーには、これまで販売されたシリーズ作品を無償配布することを発表した。ありがとうございます。